はい、リアルタイムズが始まりました。シティープスイッチですね。かまど出たらパレス見ます。あれですね、ギュンドアンがもうベンチ入りしてて、なんか一瞬画面映ったけど、なんかバルサ行ってなかったんじゃないかっていうぐらい馴染んでましたね。ずっと見てるなこの光景みたいな。去年いなかった感ないっていう。フォーデン体調不良。ペップのパーカーかっこいいよな。あれ去年ってバルサ優勝してないよね。ギュンドアン行った年はタイトル取ってないってことだよね。ギュンドアン出るんじゃない。ギュンドアンならニコバチッチ取ってきたのに、本人帰ってきたらただ層が厚くなっただけなの面白いね。ギュンドアン実家帰ってきたからな。そうだね、イプスイッチ相手ならフォーデンいないの全く問題ないだろうね。アルバレスいたらなもあるけど、でもアルバレスがいっぱい試合に出れるのもね見たいからな。それで言うとアトレチコ行ったのに良かったとも思いますけどね。さあ始まりそうだよ。左エンドがシティだね。あ、リコルイス、あーリコルイスやった、あーやったわ。逆フェルトマン今のやつよ。もうオフなってたらいいけど、このワンチャンオフ狙うやつ、今リコルイス普通についてきゃよかったのな。やったわ。そうだから、これちょうど俺フェルトマンの時さ、あれ危なすぎるから基本超判断いい人以外やんないでほしいって言ったじゃん。これなのよ。でこれ VAR とかないと、より一層この普通の社会人リーグとかだとオフ取ってもらえないから。オフだ、オフ、オフになってる。オフだったらいいっていうか、でもそれでもやめてほしいけどな。幸運オフみたいなのあるじゃん。オフないじゃないか手前じゃ助走するやっぱないでしょ。そうだ、これリコルイスやったんだよ。そうだからむずいんだよね。むずいというかやっちゃいけない。これね、そうおじさんがやるオフサイドなん、オフサイドトラップなのよこれ。ついていくのしんどいからっていう。でもこの方が面白くなったな。フェルトマントラップ相手が助走つけてないんだったらいいんだよね。これ明らかに自分が上げるだけでいいから、後ろから走ってきてるからさ。これは PK にはなんのか、これちょっとわかんねえな。どっちのカメラもわかんねえ。平行すぎてライン見えないのと、ボールでラインが見えないやつ。見えないのと見えないのの2画面だ。見えないのと見えないのの2画面。もう尻尾も生えてきちゃいました。あー確かに引っ掛けてるわ。先にボール、あ、これは多分ファウルなんじゃないかな、これ。あとはこの、ボールのコントロール失ってるという風に捉えるか。これ触ってなくてもライン割ってるとは思うんだよね。あー PK になった。PK しますって言ってたね。ファールした子毛量多いな。これ多分あれジェラード的な感じで、デコ狭いタイプだな、この毛量。全部左だ。分かっててもぶち抜く系なのかね。ああ、全部左だ。いいとこ蹴ったな。ハーランド決めました。ニコルイスも安心。全部左だけどね。飛ぶのも左にしてほしいけどな。研究してなかった可能性もある。か、左を一回踏み込んで右みたいな、こう。そんなわけでもなかった。うわあ、やった。そしたから出しちゃったね、ボールね。このタイプの失点でまた士気も下がるからな、普通のゴールよりな。しゃあないよ、戦力に見合わないロマン追ってるからな。そう、もう蹴らなきゃいけなかったけどね、ショートパス選んじゃって逆側に切り返せない寄せ方したサベイリも上手かったしね。そこで蹴らなきゃいけなかったけど、繋ぐってしてすぐショートパス蹴れないとこまで足から出しちゃったから、そうするともう俺速体だから寄せ切れるからね。サベイリ守備意識高いのと、あの守備の仕方がうまいね。普通にただ高いだけじゃなくて、追っかけるだけでかわされやすいプレスしちゃう人もいるからね。エイプスイッチつなぐの好きっすよ。うわー助走つけた裏抜けの破壊力。そう、やっぱこの2失点目の形悪いからさ、もう3失点目の方はさ、もうエイプスイッチの選手がさ集中力切れてたじゃん。そうだからやっぱつないでさ、無理してつないでさ、その形で失点するとね、空気まで悪くなるからね。それがもうすぐ出たね。もう助走をつけた裏抜け素晴らしいよこれな。相手引き剥がせるからな、普通にその場で走り出すより。デブライのキックいいかどうかはクロスの状況にならないと分かんないですよ。普通のボールはいいんで、インステップとかそういうのはいいのよ。もうインフロントできちんとクロスで巻くときだね。そうだね、ペナーバーからファジーにパス出して助走距離取った裏抜けっていう一番いい攻撃だね。リスクを抑えてリターン大きい。監督もう帰りたいみたいな顔してるそうだな。あ、ウーバー来た。時間よりも遅れると思って頼んでたら時間通り来たから、逆に取り行けない時間でした。え、おかえりでいいんだよねこれね。ウーバーの店員さんが家に勝手に入ってきたやつじゃないよ。あ、よかった。おかえり、配信して。
そう、それは俺の夕ご飯。ありがとうございます。ただいまー。おかえりなさい。あ、ありがとう。塩レモンもいいですか。祭り楽しかった。楽しかったんだけど、うん、眠くて眠かった。起きたらいなかったから、まさか祭り行ってると思わない。おお、いやー、気合入りすぎた。リコルイス食らえみたいなシュートにしちゃったから、もういや、もうリコルイスちょっと空回り気味だな今日。いいよ食べて。あ、食べるつもりだった、食べるつもりだったもん。あ、どうぞ、うん、おお、デブライネ、それ可能性あるシュートにすんのわけわかんないね。このチーム乗らしちゃったらな、気合入りすぎだな。デブライネ左の毒が言うこと聞くから説。でもそういうの本当あるからね、この二人仲いいからこう組ませようとかあるからな、サイドバックとウィングとか。デブライネクロス見るまでわからんね。こんな早く寿司届くと思ってなくて、飴舐めちゃったからお腹が満腹中枢が今あれなんだよ。全部食べる、全部食べちゃダメ。何食べればいいの。卵、卵は残してくれる。夫婦寿司配信じゃん。これ食べたら怒るっていうのは私分かってる。嘘、何何、白いやつは一番俺が残しといてほしいやつなんだと思う。寿司見せるか、言います。クイズ、俺が一番楽しみにしてる具なんで、ちょっと寄りすぎてるなこれ。これも持ってくるやつ頑張れよこれ。これもだってもやってるから。これひどいよねこれ。そう、いつも音綺麗だもんね。うん、そう、残しといて。多分ね、卵っていう答えがみんななんか多いけど、多分卵しかね、視認性が良くなかったからなんだよな。実際俺一番好きなのはね、あるのよ。ちなみにこのこれはごっちゃんのためになんだ。あ、ほんと、ちぎって食えるように。ごっちゃん、おいで。人間呼ぶ感じです。まあ、鎌田対ウエストハム見ましょう。目的が今対戦カードに出ちゃいました。エドアール使ったんだ鎌田の回。エドアールよりはいいだろ鎌田。どうだった、エドアールよりは絶対鎌田の方がいいよね。エドアール使った、なんか守備的に行ったりとかしたのかと思ったら。どうだった、見てた人。エドアール裏抜けがいないか。でも鎌田めっちゃ裏抜けしてたよね前回ね。で、早くしすぎてたぐらいの感じだ。あ、鎌田ボランチで入ったじゃん。しかもいけんのかな、ウォートンとのダブルボランチ。スリーボラバックならいけるか。ギドロドリゲス入ったからエドソン・アルバレス控えなんだ。エドソン・アルバレスいるチームにギドロドリゲスいる？めちゃくちゃ類似タレントじゃん。二人欲しかったんだ、あのタイプ。ワンビ、鎌田ぶち抜いた。ワンビうまいじゃん。やばい。いやー、決められてしまいました。ワンビ坂のボール運びからチャンス食ったね。あ、もう壊れてんもんだ。潰れてる人たちも嬉しそうだもんな、あれ。あれ大丈夫か、子供がそれでテンション上がりすぎて子供が危ない目に。確か鎌田ウォートン問題出たかもな。お子さん大丈夫でしょうかね、怪我とかしてないといけない。装着1列前に使えるのいいよな。 このタイプ何回ないと使えないからな。ただエドソン・アルバレスでいい。さあ、ここでボールもらいたかったけど、このまま失って相手のへそ下にボールあるとき突っ込んじゃって、鎌田がそこからスピードできて、ここで奪いたかったけど後ろから上がってくる選手で、そうでもウォートン寄せたけど、ここね、まあ、最後のところは逆サイドの選手が絞ってなかった方が問題だね、ウォートンの方が。まあ、ウォートンもね、同じ歩幅で行っちゃってね、アジリティ高まんないような寄せ方したのは良くなかったけどね。でも普通にまあ鎌田の寄せ方が一番改善できましたけどね。あれ、へそ下に相手ボールあるときにあの突っ込み方するとやられるからな。しゃあないな、まだ試合入れてなかったね。投入された直後にしては戻りも遅かったね。鎌田ちょっと守備の反応遅いな。鎌田入る前の選手のね、誰だ、レルマか、その前のボランチは。その人の状態がどのぐらいだったか分かんねえからな。レルマだと寄せれたのにってなってんのか、誰でも一緒なのか。ああ、ここ戻れるかな鎌田。そう、足は速い、今鎌田よかった。ああいい寄せしたのにな、ボーエンがその上行ったわ。今のは鎌田やれること結構やったんじゃないかな、だからね。今のセンターバックの間のとこ守備ね、今のはボーエンがすごかったね。その前のとこじゃないかな、この失い方しちゃって。そう、でも今度はウォートンの方だな。だからさっきは鎌田が最初食い止められなくてやられて、今度はウォートンが食い止めなくてやられたから、やっぱ鎌田ウォートンのボランチがきついっていうのはやっぱ出てるよね。でもね、
そう最終局面は防衛すごいんだけど、やっぱここのウォートンがそうやっぱ相手のへそ下コントロール下にボールがあるときに突っ込んじゃってるからさ、ヒューズ欲しいし、ドゥクレって今ダメなの？ドゥクレ今良くないのかな？そうだ、鎌田ウォートン問題なんだよ。だどっちも鎌田だから、鎌田ウォートンってピルロ2人みたいなことで昔のサッカーで例えると、そう3バックならワンチャンいけんのかなと思ったけどね、やっぱ きつかったな。今日でもうやんなくなると思うな、多分クラスナ戻んの遅くない？いやずっと画面映んなかったから、鎌田が鎌田ってサボり方うまいので、今の下手ってことです、気づかれてたけど、ね、結構失ってから時間あったぞっていう感じだった。でもなんかわかんないけど、点入れたらこういう試合も鎌田でよかったってことになるからな。ポイントの立つの一番うまいボランチは遠藤航か森田じゃないですか、ね、でもあのワールドカップの佐藤一戦のあの守備の仕方、5バック使ってあれ提案したの鎌田らしいですからね。森保ジャパン自体は 5-2-1-2 みたいな取り締めみたいな守備でオールコートマンツーしようとしてたらしいんで、マジで日本の運命変えたの鎌田ですからね。でも鎌田走ってる時と走ってない時の差がすごいよ。さっきの応援に決められたとことは一生懸命頑張ったけど、もう今日ダメだ鎌田滑っちゃったよ。もう投入されてうまくいかなくても全部の流れ悪いまんまいっちゃったから、もうこういう今日サッカー難しい日だな。もうパレス自体がちょっとメンタル切れてるね。何言っても滑る時あるよねとか、何やってもうまくいかない人がない、なんかもう失敗連続するなみたいな。そうだね、サイドチェンジ1本だけ良かったな。鎌田のこのボール味方に当てた後の受け直しのこのパスコース作りいいっすよね。さあウエスタンパレス終わりましたね。さあ残りの時間ちょっとしてみますか。余韻なしっていう。ハーランド決めた。88分まで戻すか。この試合見た後、あとストーンズボランチ最高なんだろうな。そこ立ってくれっていうのウォートンと鎌田多いもんな。まあそういう肩がないからなんだけど、パレスに。っていうかグラスナーも肩なんて仕込めるチームじゃないからな、一人一人のこの自由さというか。だからとにかく守備をまずやって、攻撃はもう自由にってするのが最適解っていう判断だろうけど、その守備をねしっかりやれなかったからな。もうギュンドアンがシティでちゃんと普通にやってるわ。違和感なすぎて違和感、バルサ行ってた感がないもんな。そんな確かにあの時ギュンドンはバルサにいたんだよ。トゥトゥールの方が鎌田使われるもん。鎌田基準で見すぎてておもろいな。もうほんとグバルディオルこのパスうまいよね。外のくさびつけんほんの数分でも出んのありますね。やっぱ選手のモチベーションでね、終わった後仲間同士話しやすいしな。ギュンドン19、あれもともと何番だっけ、僕あんま覚えてないんで違和感正直そんなないですけど、あとなんか自分に持ってる大事なものを気づいたみたいな、なんかね、シティってやりやすかったんだなみたいな発言に聞こえたよね、あのギュンドアンのね。うん？今の8番ってコバチッチになってるの？今の8番が分かんない。ありがとうね、教えてくれて。そう、監督の愚痴言ってる時点でね、僕は自分には矢印向けれないタイプですって言うのと一緒だから、逆境を乗り越えられないタイプですって言ってるのと一緒だから。私、レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊、シュアーボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか？多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアーボから J リーガー輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。君の